アジュール舞子の海水浴場にやってきました。橋の方は岩場になっていて、浅いところでもたくさんの魚を見ることができます。水中メガネをつけたファミリーたちでにぎわっています。縞模様なのでメバルでしょうか。群れで泳いでいます。大きいのはボラです。40センチぐらいあります。これはグレかスズメダイでしょうか。かわいいカワハギもいました。岩の隙間に隠れている魚は近寄ってもあまり逃げないので、面白いですよ。岩場に隠れていたタコを捕まえました。いろいろな生き物がいて楽しいですよ。岩場は裸足だと危険ですので、マリンシューズなど履くようにしてください。